お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日の話は前回に引き続き強運の役だパート3を喋りたいと思います。前回はね、しんちゃんの彼女が働いてるクラブでママから詰められてややこしそうなね、男が4人入ってきて、それでしんちゃんに電話をかけて、しんちゃんがそのクラブにやってきた。そこでね、4人の男のうちの1人から花瓶で頭を殴られた。前回はそこで終わってるんですよ。それで殴られたしんちゃんはね、そのままドターンとこけてしまうんですよ。それで目から火が出るほど痛かったと、痛いと。それで彼女がね、しんちゃんの彼女がキャーって言うてね、駆け寄っていくわけなんですよ。大丈夫大丈夫って、意識が遠のいたふりをするわけなんですよ。しんちゃんがその遠のいていくような感じの中で、何してくれとんじゃと、誰にしとんじゃこらと大声を張り上げるわけなんですよ。意識はしっかりしてるんですよ。でも意識が遠のくふりしながら生意気なことを言うわけなんですよ。その方がかっこいいと、そうなりながらも相手を威嚇してると、そういうふうに彼女に見てほしいわけなんですよ、しんちゃんは。そしたらね、相手の人に、我誰の関係の店でいちびったことしとんねんこらと、このまま行方不明にしてもええんやぞと、まあそういうことを言われたんですよ。それでしんちゃんは気がね、遠のいていくふりをしながら、心の中でね、やばいと、これはやばいと、もしかしたら殺されるん違うかと、これはやばいなと思うんですけど、その時はまだね、オーナーママが店にいたらしいんですよ。だからオーナーママがいてるのに、ここで俺をやることはないなと、このままさらわれて連れて行かれるんかなとか、頭の中でね、いろんなことを考えてたらしいんですよ。そしたら彼女、しんちゃんの彼女が、わかりましたと、もう私は店をしませんと、だからこの店から女の子を連れて出ることもないですと、店はしませんと、そういうふうに言ったらしいんですよ。そしたら向こうの人が、我より女の方がしっかりしてるやないかいと、女の方が頭ええやないかいと、我はほんまに頭が薄いのと、出来損ないやのと、まあ侮辱されるわけなんですよ。そしたらしんちゃんはそれに腹が立ったんですよ。頭が悪いって言われることにね、しんちゃんは自分で頭は賢いと、俺は賢いイケてる男やと思ってるんですよ。それをバカにされたから、女にね、我は黙っとかんかいって、女が口出すこと違うっつって、黙っとけこれっつって。まあこういうふうに言うんですよ。そしたらね、オーナーママが、私ちょっと外に出るよと。そう言ってね、出て行ったらしいんですよ、店を。だから店にね、残ってるのは、しんちゃんと彼女と相手のややこしそうな男、4人だけなんですよ。それでしんちゃんは、やばいなと。もしかしたら、女も俺もやられるん違うかと、いきなり花瓶で殴ってくるぐらいやからやばいなと、そう思ってね、ちょっと意識がね、まだ遠のいたふりをしたらしいんですよ。そしたら向こうの人間が、なんやこいつ、気失いかけてるん違うかと、こっちに呼び戻したらんかいっつって、まあそんなことを言ったらしいんですよ。そしたら一人の人間がね、また違う花瓶を持って倒れてるしんちゃんをめがけてね、花瓶を上からバーンと叩き落としたらしいんですよ。それがしんちゃんのね、おでこにバーンとまともに入ったらしいんですよ。そのね、2発目の花瓶はしんちゃん曰くね、そんなに痛さを感じなかったらしいんですよ。やばいと、そう思ったらガンってなっただけやったらしいんですよ。そんなに痛さが感じなかったらしいんですよ。それで相手に、お前どこどこ組の人間やのと、そう聞かれたらしいんですよ。
それでしんちゃんが、おう、そうじゃと、どこどこ組やと、そこまではね、しっかり記憶があるらしいんですよ。でもその後のね、記憶がないんですよ。次、目が覚めたらね、病院だったんですよ。それは実際に気を失ったらしいんですよ。不利とかそんなんじゃなくてね。だから2発目の花瓶がもろに入って気を失ってるんですよ。その病院にね、しんちゃんは枝の人間なんですよ。でも本部の親分、本部の親方が病院に来てたらしいんですよ。それでしんちゃんの彼女とか、しんちゃんの兄貴分とか、病院に来てくれてたらしいんですよ。それで、しんちゃんの彼女から、まっちゃんの愛人に連絡が入ってね、自分らの耳にもそれが入ったわけなんですよ。しんちゃんがやられたと。危篤やと。まあそういう連絡が入ったんですよ。それで自分らは夜中だったんですけどね、朝一番の新幹線で行くか、車で走るか、どうするか、まあ、悩んだ結果ね、車で行こうと。その方が、少しでも早く着くん違うかと。そう思って、まっちゃんと自分と、もう一人、まあ東京の人間なんですけど、しんちゃんのこと知ってる人間がいたんですよ。その3人でね、大阪に走ったわけなんですよ。それで最初、しんちゃんはね、目を覚ましても、なんで病院に行けるんやと。何があったんやと。思い出せないわけなんですよ。記憶が。それで、彼女が、大丈夫、大丈夫と。それでしんちゃんが、なんでやと。なんで俺は病院に行けるんやと。まあ、そんなことを言ったらしいんですよ。そしたら彼女が、いろいろ説明してくれてね、ちょっとずつ思い出していって。そしたら、親分が、今まで3、4回しか喋ったことなかったんですよ。しんちゃんはね、親分と。それも挨拶程度ですよ。頑張ってるかぐらいです。声かけてもらってても。でもその時、親分が、我慢せえよと。相手が、悪すぎると。俺の力では、どうにもできへんと。辛抱してくれよと。そう言ってね、頭下げたらしいんですよ。しんちゃんに。それでしんちゃんは、よし、ここやと。しんちゃんは結構嘘つきだからね。よし、ここやと。そう思ってね、親分、生意気言ってすいませんと。自分を処分してくださいと。破門してくださいと。自分はここまでされて、我慢できませんと。だから、4人のうちの1人は、せめて1人は、この手でやりますと。ここまでされて、黙っとけないです。そういうふうに言ったんですよ。そしたら、親分がね、しんちゃんの手を握って、辛抱してくれと。俺にもっと力があったら、こんな悔しい思いさせへんだと。辛抱してくれってってね、手を握ってきたらしいんですよ。それでしんちゃんは、よしよしと。これで俺の株は爆上がりやと。そういうふうに思ったらしいんですよ。これ、本人から聞いてますからね。自分が作って言ってるわけじゃないんですよ。本人が自分らにそう説明したことなんですよ。それでね、自分らが病院に行ったんですよ。しんちゃんの病院にね。それで、しんちゃんが自分にね、ポンちゃん、俺間違いなく、近いうちに力さん上がるよと。親分の杯、間違いなくもらうからと。何があったかっていうね、話の前に、先にそれを言ってきたんですよ。それで、よかったなと。おめでとうと。でも、何があって、頭そんな包帯ぐるぐる巻きやねんと。まあそういうふうに聞いたらね、彼女が全部説明してくれたんですよ。それで、まっちゃんが、しんちゃん、あかんと。そんなことしたら、あかんと。なんでそんなことする前に、俺に相談してくれへんのやと。そしたら、やめとけと。あこはあかんと。教えてあげたのに、まっちゃんがそういうふうに言ったんですよ。そしたら、しんちゃんはね、まっちゃん、何言うてんのと。あそこで、こんなことが起きたから、俺は、力さんになれるんやと。親分に気に入ってもらったんやと。プラスマイナスで言ったら、プラスやんかと。プラスで終わったと。だから俺にとったらラッキーやと。店できへんことは残念やけど。でも結果的にはオーライなんや。つってね。ゲラ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 笑うわけなんですよ。自分その時ね、ガキの頃からの友達やけど、こいつは怖いなと。こいつは出世のためとか金のためやったら、こいつは何でもやるなと。
その時ちょっと寒気がしましたね。これからね、しんちゃん道具を借りたね、喫茶店のマスター、そのね、喫茶店の立ち退きの件でクラムド組とね、バチバチやり合うんですよ。それとしんちゃんが言ったようにね、親分から杯をもらってね、二次団体の直参になるんですよ、しんちゃんは。でもね、杯の日にしんちゃんはね、下手を打つんですよ。この話の続きはまた明日喋りたいと思います。ということで今日はこの辺にしたいと思います。